皆さんこんにちは。日本美術刀剣鑑賞協会、略して日刀館がお送りする刀剣鑑賞堂です。鑑定士のムーヤンと研ぎ師白金師鑑定士のミチです。よろしくお願いします。さあ今日は何を紹介してもらえますか？肥後の国道たぬき小山直影作です。ロボットのように言ったけど、はい、一生懸命覚えたの？インプットしました。あ、そうですか。はい、長いね、名前ね。あ、長いですね。今回ねご紹介する道たぬきっていうのは、新進刀といって、幕末頃に活躍した道たぬきになるんですけれども、新進刀期の刀匠さんはみんな長い名前を彫るんですよね。長いですね。だからね、あのこれなんかまだ短い方かもしれないですね。全然まだこれあのいける方ですよ。短い方ですよ。あのなんだっけ、あの体型直種なんかね、直種さんとかね、あれ推進士さんだってすごい長い名前ですよね。はい巨匠と呼ばれる人たちはだいぶ長い名前なんですが、あれ言える自信ないですね。そうだね、あの住所、グループネーム、ご自身の名前っていう感じになっているので、ある程度覚えやすいかなという感じなんですけれども、その時にはもうちょっとカンペがないと無理かもしれないです ね、さあ、あの今回の道たぬきなんですが、はい、僕の知っている知識からすると、あの実戦刀寄りだからあまり綺麗ではないというふうに言われていますよね、この業界。そうですね、あのシンプルな感じというか、武骨というか、そうですよね、叩きゃ死ぬ、叩きゃ切れる、っていうような、本当にそういう武骨な使われ方をしてきたというのが、道たぬきの特徴の一つなんですね。さあ、今回の道たぬき、果たしてどうなんでしょうかね。どうなんでしょうかね。実際こちら用意してみます？用意してみましょう、用意してみましょう。はい。はい、せーの。はい。ご用意できました。長いですね。非常に長い、多分歴代1位2位を争う長さですね。引きましたもんね。はい、もうここギリギリです。ギリギリです。はい。はい、中子も長いもんね。あ、長いですね。長い。長いです。さあ、はい、武骨というような、コメントをね、先ほどしていましたけれども、おや？刃文がね、ものすごい華やかなんですよ、実はこれ。ちょっとね、道たぬきさんに怒られちゃうかもしれないんだけど、本当に道たぬきっていう感じを受けます。これ俺鑑定出されても多分一発じゃ絶対当たんないですね。僕も当たりません、あの難しいです。ちょっと無理ですね。なんですが、この時代っていうのはね、あの幕末ね、っていうのはね、刀鍛冶さん全員、日本にいた刀鍛冶さん全員が売れない時代だったんです。不遇だったんですね。で、道たぬきに至っては江戸時代の中期以降っていうのは実は廃れていないんですよ。で、細々と多分ノーキングとか作ったりして繋いでたのかな、道たぬきという名前は。で、幕末に入ってこの人たちがわっとこうもう一度盛り上げようぜって出てきたものなので、ちょっと違うこういう華やかな印象にしたのかなっていう僕のあの見解なんですけれども、これはね、ぜひね、あのヘッドマウントカメラでね、この燃えるような波紋、そうですね、ぜひ撮影していただきたいんですが、よろしいでしょうか？わかりました。はい、はい、それでは研ぎ師目線のねカメラ行ってみましょうか。はい、はい、どうぞ。それでは研ぎ師目線で刀見ていってみましょう。はい、よろしくお願いします。じゃあ初めにね、はい、中子の様子を見せてもらえますか？はい、長い長いですね。あ、堂々とした目で、しかも綺麗な字だね。長いですね、長いね。中子も長いし、名前も長いですね。いいね。はい、はい、では刀身いってみましょう。はい、おおこれは待ってね、刀身まずさ言ったけどさ、はい、刃文すごい面白い。面白いですね。ここ、具の目ですよね。そう。3D っぽく見えてる。そして柔らかそうだ。あ、匂い口が。そうだね。あ、じゃあいいよ。匂い口どうなってますこれ。まあ、小煮えとかですよね。小煮えとか。まあ、ちょっと混じってるような気がします。はい。
でもコニエが結構見える感じするねこれね。そうですね、うん、じゃあちょっと上行ってみましょう、はい、あ、波紋の様子が変わってきて、肌の様子も変わって、変わってきましたね、変化に飛んでるね。そうですね。じゃあどうしよっかな。この段階で地肌どういう風に見えます？はい、痛め主体で、うん、多少マサが混じってるような感じですね。そうだよね、あのマサとさ痛めが溶け込んでるように僕は、そうですね、見えます。うん、あ、また波紋変わった。変わったね。このあたり長寿乱れですよね。そうだね、細長いあの山に変わったよね。うん、古い備前物を見ているようだ。そう、あ、すごいすごいすごい。で、写りもすごいね。すごい。うん、あ、また長寿が出てきた。あー、いいですね。面白い。面白いですね。だいぶ変化するっていうのは結構これ今まで紹介した中にはなかったかもしれない。そうですね。うん、変化に飛んでいます。うわ、かっこいい。わ、すごいですね。物打ちのあたり派手ですね。派手で、帽子すっごいそれでよく見える。本当ですね。ね、乱れ込んで尖り気味の小丸になっているようだね。わかりやすい。わかりやすい。で、反対側は？はい。よいしょ。あ、こっちも見、あ、わかりやすい。わかりやすい。素晴らしい。じゃあ下行こう。はい。うわ、かっこいいぞ。あ、そこの波紋めっちゃ好き。え、この、この。長寿の2つ山がポンポンってあって、はい、あ、こうですね。でちょっと下行くと、で大きめな山なんだけどこうグニャ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 ってなって、そして肌がまた変わった。おう、わ、かっこいい。うわ、いいな。うーん、焼きもちょっと高いですよね。こっち高いよね。うーん、うわー、いいね。あ、また 肌が落ち着いてきましたよ。あ、本当ですね。無地肌のように見えますね。うん、細かくなりましたね。うん、でも波紋はちょっと暴れ気味。暴れ気味ですね。うわ、かっこいい。 いいですね、ここ、ここ。いい、わかるわかるわかる。あ、ここちょっと一文字風。そうですね、こう、マジでここで見たら一文字だね、これね。うん、わー、すごいすごい。炎が燃え上がるような波紋。うわ、かっこいい。かっこいいですね。こう見ると具の面とか少なかったですね。あ、そうだね、あんまりなかったね。具の面になっちゃったのかな。そうだね。はい、じゃあ反対側の中後も、あ、お、年号が、ね、年号入ってますね。入ってるようですね。はい、じゃあこの辺りはあの写真で詳細を見るときに見てみましょう。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは細かく見ていきましょう。はい、刀名肥後の国道たぬき小山直影作、文政10年10月日、加藤清正のお抱え家事として活躍した戦国時代末期の道たぬき派は、幕府が加藤家の領地、身分、屋敷を没収し、大名としての家を取り潰したことに伴い、刀鍛冶を廃したもの、まあ、廃業ですね、がとても多く出てしまったため、江戸時代中期頃の作例はありません。まあ、細々とは ねやってたんだとは思うんですけれども、ね、うん、ですが幕末になると道たぬきの名を冠した宗弘という方がね、目覚ましい活躍をしたことで、実はね、道たぬき宗弘と名のつく作品は多く存在します。で、本作今回ご紹介する直影はこの作品数の多いって言った宗弘よりも先に道たぬきを再興した、あの盛り上げた刀匠となります。先駆者だね、だからね。で、今回ご紹介する道たぬきの作刀年代については、江戸時代末期の幕末頃で、この場合はね、年号が入ってるので、うん、まあ、年期名っていうんですが、はい、文政10年っていうのが1827年というのが分かりますので、今からざっと200年前ということが分かりますね。うん、刀剣の時代区分としては新進刀、電報は備前殿となります。はい、では次に大敗を見ていきましょう。本作はやや強めの反りのついた刀ですね。うん、大敗だけを見ると
鎌倉時代頃の太刀に見えるんですが、本作は幕末の刀です。これは鎌倉時代頃の太刀を手本として作刀を行ったためと考えられます。幕末頃の刀は鎌倉時代頃の太刀のスタイルを手本にしたものが多くありますので、この機会にね、ぜひ皆さん覚えておいてください。これが厄介なんだよ ね、 ね、鎌倉から南北も多いですよね。そう、やっぱりこのバチバチにやり合ってた頃のやつのを歩兵用になんかちょっと改良したぐらいのソリにして、そう、あのお手本にして ね、 ね、作るんだよ ね、 ね、うん、だからあのあこれは反ってるから古いっていう風に大敗だけで判断できなくなるっていうのが特徴の一つでもある。そうですね、うん、ですね、うん、なのであの形だけに騙されないようにしましょう ね、うん、ですね。はい、続いて中子を見ていきましょう。はい、はい、ちょっとね中子が長くって名前の部分全然見えないと思うんで目の部分拡大しますね。はい、はい、まず表側ですね。はい、堂々とした堀でね、肥後の国道たぬき小山直影作長い、長いですね、切ってありますね。はい、これは作刀者の名前であり社名でもありますね。ブランドタグにあたる部分です。続いて裏側の銘を拡大してみましょう。はい、文政10年10月日と切ってあります。これはね先ほども出てきたと思うんですが年季銘と呼ばれるもので、刀を鍛えた年月日、まあ簡単に言ってしまえば刀が完成した年月日となります。本作の場合西暦1827年10月に完成したということがわかります。まあただこれ旧暦で書いてるんで、あの月のところはね10月ではないんですが、一応ね文字通りいけばこのようになるということですね。でね、こういうふうに年季名を残しておいてくれると、うん、後の時代の人、まあ我々ですよね、うん、は鑑賞する際や鑑定をする際にとてもありがたいんですよね。ですね、すごくありがたいですね。ですが、すべての刀匠さんが年季を入れるわけではないんで、ね、ぶっちゃけ、ルール化して年季を入れておいてほしかったっていうのが僕の個人的な意見です。あのそう思うでしょ。思う。備前物とか結構入ってますよね、古いやつでも。そう、あのね備前は使い分けをしていたっていうお話を聞いたことがあります。長名にして、長い名にして、うん、住所、うん、役職名、自分の名前、うん、で裏に制作年代を入れるっていう場合は渾身の作、とか一番上の人だからお殿様とか大名さんでも一番上の人にあげるときはそういう風な銘を入れると、で普通の人波とかで作る人は、年季名入れずに自分の二次名だけとかっていう使い分けをしていたというのは聞いたことがあります。なるほど、じゃあ名前が長くなれば長くなるほど渾身の作っていう感じに簡単に考えればいいですね。ただし、幕末とか江戸中期以降はそれがあまり適用されないよね。まあそうですね。みんなそうですね。そう、俺だぜっていう風に掘るから本当にブランドタグになっちゃってるから、あんまりみんな上手いですよね。江戸、そうな、そう上手いから。あの江戸入っちゃうと皆さん上手なので、渾身の策しかないんですね。そうなんですよね。そうで使わないからな。そうなんだよね。はい。じゃあね、次目くぎ穴の数も注目してみましょうね。はい、今回は1つですので作られた時の長さそのものということになります。まあこういった中子は産中子と呼ばれていますね。いや本当にこれ中子長いね。長いねこれだったら折れないね。折れないですね。はい、じゃあ刀身の様子いってみますね。はい、初めに刃文を見てみましょう。はい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 、今矢印入った方細長い波ですね、うん、こういうの長字って呼ばれます、うんうん、でちょっとゆったりめのちっちゃい波は具の目、まあ、丸みを帯びてますよね、っていうのが混じっています、ですのでここでは長字に具の目混じりと呼ぶことにしましょう。
はい、でこの写真よりも、うん、研ぎ師目線の方がよく観察できていたかと思うの で、 うで、ねうん、皆さんぜひあの画像の戻ってご覧になってみてください。続いて匂い口を見てみましょう。とても細かい小さな煮えの粒があるの分かります？これねすっごい優しいんで取るの大変だったんですよ。そうですね、これ分かるかな、この写真の中央ですよね。うんうん、そうですね。かなり細かいですこれ。細かいですね。うん、ですのでコニエデキと呼ばれていますね。うん、なんか毎回思うんですけど、うんうん、こう画像でアップしたら、うん、すごく分かりやすくなるのかなって思うじゃないですか。人間の目で見た方が分かるって本当になんか不思議ですよね。あのね、カメラの性能がいくら上がっても。うん、やっぱ捉えきれないものってあるんだと思う。本当に目を通さないと、自分の目通さないと、ね、こういうふうにご紹介してますけど、自分の目で見たときはコニエデキってこういうふうな感じではないです。そうですよね、うん、見えるんですよね、自分の目だと見えるんだけど、カメラのレンズ通すとどうしてもコントラストを上げないとこうはならない。いやだからそう無理やり上げてんのこれ、ね、人間の目ってすごい優秀ですよね。そういうことですね。じゃあちょっとね、次も行ってみましょうか。はい、地肌の様子いきますね、はい、これは頑張ったよ。これは見えますね、うん、これね、あの拡大してるので2箇所しか見えないんですけど、これ痛め肌ね、うんうんうん、で、ねこの辺り、うんうんうん、これマサ目ですよ ね、 そうですね。なのでここでは痛め肌にマサ目肌混じりと呼びましょう。ただこの痛め肌の部分ちょっと注目してほしいんですけど、うん、ビヨーンって伸びてんの分かります？ね、そうですね。でマサメ肌もあのきっちりきっちりしてるんじゃなくて、あの伸びるとこは伸びるんだけど、うんうんうん、どっかは細かいとか、うんうんうん、こういうのはあのこれはあの頭の片隅に皆さん置いておいてもらえばいいんですけど、流れ肌なんて呼ばれるものでね、うんうんうん、あの九州の特徴的な肌の一つなんですよ。九州のまあ刀のね、この痛めはだいぶ流れてるね。いやもう長いですね。長いビヨーンって。だからもうちょっと伸びちゃうとマサメ肌になる。そうですね。そうっていうところなので、この肌を見るとあ九州ものだなっていうのが分かります。まれに流れ肌っぽいので九州じゃないのもありますよね。うん、あります。流れてて、ね、ありますよね。うん、あのこの間ご紹介した長谷部なんかも若干流れ気味のマサなので、うん。一概には言えないですね。そう、一概には言えないんだけれども、あの一つの判断基準にはなります。ちょっとマニュアルですもんね。そう、そう、うんうん、ね。じゃあね、最後に帽子を見てみましょう。はい。おー、はい、乱れながら登っていって、頂点で U ターンして最後スッと帰りましたね。うん、ですのでここでは乱れ込んで困ると呼ぶことにしましょう。まあ。ちょっと尖り気味なんだねこれ ね、 ね、小丸がね、うん、でも綺麗にキュッとこう U ターンしてったねこれ ね、 ね、いいね、あのこう気持ちがいいですね。そうですね、はい、では本日のまとめをしましょう。大敗はやや強い反りのついた刀である。幕末の刀には鎌倉時代頃の太刀を手本としたスタイルのものがある。年期名とは刀が完成した年月日を切った名である。中子は産中子、刃文は長字に具の目混じり、匂い口はコニエデキ、地肌は痛め肌にマサメ肌混じり、帽子は乱れ込んで困る。以上が本日のまとめになります。はい、皆さんいかがでしたか？胴たぬきの特徴捉えることできましたかね？できましたかね。だいぶ華やいでいましたね。うん、さあこちらにまたご用意があるんですけれども、ご覧になってみますか？また一度いいですか？はい、すいません、失礼します。よいしょ、あ華やかだ。肌もいいもんね。肌もね、地にえすげえし、ほんでこのね刃文がね、冴えてるんだけどすごい柔らかい印象を受けます。
そう、おっしゃる通り、ね、そうですよね。そうなんです。あの孤島の備前島を見てるような、はい、今ね、あの優しいっていうような、うん、あのお話あったと思うんですが、うん、写真に撮るのがものすごく難しいんですよ。あ、やっぱりそう、うんうん、あのね、うん、なんていうのかな、乱れてるのにすぐ歯に映っちゃうの全部、うん、だからあのヘッドマウントカメラの方のがよりね、この乱れてる感じは出ていたと思うんですけれども、これも上手だ。本当に一文字に見えますよね。見えます。一文字と畑田をこう足したような、うん、そうと肌の様子もちゃんとさ、あの、うん、古風に見せるっていうかさ、見えるね。そうで柔らかい印象でしょ。ずば抜けて上手だよね。めちゃくちゃ上手です。いや、いい胴たぬきだなこれは。はい、ありがとうございます、はい、ね、だから皆さんご存知かな、子連れ狼っていうのは、あの江戸時代初期の頃があの舞台になっているそうなんですが、今回ご紹介したような胴たぬきを持っているのではなく、本当に武骨なね、叩けば相手が死ぬとか、主人公狼一頭さんですね。あ、そうです、狼一頭が使ってたっていう設定の刀が胴たぬきと。そう、そうなんですね。で、あのこういう刃文ではないと思うんですね、あっちはね。違いますね。こういう作りのやつはちょっとね、胴たぬきではちょっとあんまり見ない、ね、これはあまり見ないので、うん、そのデザインとか、うん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 、俺らはすごいんだぞっていうような、うん、ちょっとこう路線変更じゃないけれども、うんうん、時代のニーズに合わせて作ったっていうような感覚受けますよね。そうですね、うん、これなら売れるよ。いいよなこれだ、欲しくなるもん。そうだよね、うん、これはすごい素晴らしいよこれは。じゃあそっか、他の胴たぬきでこういうちょっと華やいだものっていうのはない、うん、いや今のところ私はちょっとわからないですね。うん、そう、あの僕も同意見です、うん、あの静かなんだよね、うん、これのあの、ね、ちょっとあのマニアなあれですけど、はい、これのあの全身の胴たぬきにの前ご先祖様、ご先祖様があの、はい、ちょっとね、あの円珠っていう、はい、うん、はい、円珠の方だったらこういう刃文的な、うん、あの乱れ刃、うん、ありますのやつはありますよね、うん、乱れてるようなやつありますけど、うん、あ、先祖返りさせたのかな。あ、そうかも、うん、そうかも、うん、先祖の復古刀をちょっと狙ったのかな。さらにその時代の背景にあったものを反映させて、うんうん、自分の、オリジナリティを加えるっていう、うんうん、やっぱセンスがいいんだね。そうですよね、多分そんな感じ、うん、そうだね、そうだと思う、うん、あ、なるほどね、うん、じゃあ今度はあれだ、あのその先祖、ご先祖様である円珠っていうのもちょっとね、機会があればご紹介をそうですね、はい、うん、していこうと思います、はい、動画を見て勉強になった、興味を持たれたという方はチャンネル登録、いいね、高評価をよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。あなたに届け、刀の思い。バイバイ。